ジョーマ・マドレーラはアメリカ人のアメリカンコミックス作家、作画家、脚本家、マーベルコミックスのアンキャニーメンの作画で知られる。ジョーマ・マドレーラは1974年12月、アゾレス諸島のアメリカ人の母親とポルトガル人の父親の間に生まれた。高校生の時に彼はマンハッタンの美術学校に通った。高校在学中。 マデュレイラは、マーベルコミックスのインターンとして、編集者ダニー・フィンガースの下で働き始めた。彼にとってのマーベルコミックスの初めてのアーティストとしての仕事は、マーベルコミックスプレゼンツ89号のカバーアートで、アーサー・アダムズの影響を強く受けていた。次に、第92号のアートを手掛けた。マデュイラは、初期の段階ですでに日本の漫画の影響を取り入りつつ、あった。 マドゥイラは1994年のアンキャニーメンで定期的にペンシラーとしてアートを描いた。マドゥイラは1997年にアンキャニーメンを去ってワイルドストームのクリエイターが所有するバトルチェイサーズのアートに取り組んだ。マドゥイラは4年間で合計9冊もの異種を出版した。その後マドゥイラはバトルチェイサー15をキャンセルし、 ティムドンリーとグレッグ・ピーターソンと一緒にトライルナルと呼ばれるゲーム開発会社を結成した後、不定期にコミッククリエイターとしての仕事を中断した。トライルナーでマデュレーラはトライルナーが廃業した時にキャンセルされたドラゴンカインドというゲームでコンセプトアートを作った。その後、別の創業企業であるデルームインタラクティブのトレードウォーズダーク・ミレニアムで働くことになった。 レルムインタラクティブが NC ソフトによって買収されたとき、彼はエキゾルクに進化してゲーム開発に貢献し続け、最終的にダンジョンランナーズとしてリリースされた。THQ のクリエイティブディレクターとしてマドュレーラはゲームのキャラクターと設定をデザインすることを含むダークサイダーズの開発を手助けした。コミックライターのジョー・ケリーはこの開発に協力しゲームのスクリプトを書いた。 長らくマデュレーラはゲーム業界で働いていたが、2008年にマーベルコミックのアルティメックスさんのアーティストとして、再びコミック業界に戻った2007年7月、ビジルゲームスからダークサイダーズが発売され、マデュレーラはクリエイティブディレクターを務めた。2010年1月5日に、XBOX360 と PlayStation3 でリリースされた。マデュレーラはその後に、 セガサターンとソニープレイステーションのカプコンのマーベルスーパーヒーロー、そしてソニープレイステーションのゲーム激怒、アーバンファイターズのカバーアートワークを提供した。2011年6月13日、マドレーラはライターがゼブウェルスの新しいシリーズアベジングスパイダーマンの作画を担当することが発表された。二0 1三年三月十一日マーベルはマドレーラが再び ゼブウェルスと組んで2013年6月に発売される6号からのサベージ・ウルバディンの作画を担当することを発表した。2015年初頭にマドレーラはビールゲームズの共同創設者のライアン・ステファネリーノと一緒にテキサス州オースティンに新しいスタジオエアシップ・シンジケートを結成し、最初のプロジェクトはバトル・チェイサーの新作の3冊のアークとなる。 同じ概念上の宇宙に設定されたビデオゲームを開発する。ありがとうございます。